あれに一発欲しいですよね。ポランコ、ホークス戦は今シーズン打率が3割を超えています。ホームランも6本打っています。打球は右中間、右中間、もう誰も追わない。完璧だ。特大のホームランが出ました、グレゴリー・ポランコ。ものすごい打球でした。打った瞬間でした。千葉ロッテマリーンズが1回からホームラン攻勢です。ポランコにも一発。2対0。いやー、特大でしたね。最高ですね。今ストレート完璧でしたね。確信ホームラン、気持ちいいな。いやー、まさにパワー全開です。打った瞬間でした。もう外野が追いませんでした。ポランコ選手も一歩も動かなかったですよ、打った後。